始まりました。ブリトチャンネル。サスケです。アモギング。今日は東京ドームシティに行きました。おっしゃー。ただ来ただけじゃないんです。貸し切り。おっしゃー。今日ですね、スペシャルゲストでですね、こちらの方々参加してくれてます。おっしゃー。おなじみの本名プラス後ろにいらっしゃるのがマスクドアニマルさんです。怖い。声が出していいのか分かんない。声はいいんだよ。というわけでですね、YouTube を貸し切ってかくれんぼしてみよう。今からですね、こちらのアニマルさんプラスこの4名合計10名がこの広い遊園地の中で隠れてもらいます。おしゃれ。2人が探します。制限時間が30分。30分以内に全員見つけられたらうちらの勝ち、見つけれなかったら皆様の勝ちです。真ん中の15分で5人見つけてなかったら、それまでに捕まった人たちは1回また逃げて再度隠れることができるという、いろんなところにバラバラに隠れた方が、まあ、見つけづらいというのがありますよね。うさぎさん、そうだねー。帰る時間は10分間。10分後に探し出しますんで、はい、移動していいんですよね。帰るところは全然移動してもいいんですけど、移動していいんだ。ただ移動してる時に見つかるから。あ、まあ、そうだね。それでは散るんだ。おっしゃ。ちゃんとあの種の動きをしてくれてる。アトラクションズさん、やっぱり景色がいいから、ね、見晴らしが良くて。そうだね。隠れる場所ないんですよ。どこに隠れる。いや結構マジあと5分しかないですよ。え、マジか。ちょっとバラけますよ。それでは10分経ちましたんで、よっしゃー、行きますよ。もう俺ビシバシ感じてますわ。おお、ここにいるだろうなみたいな。よい、さだ。15分以内に半分以上は見つけなきゃいけないわ。ここら辺にもう隠れてる可能性あるよ。意外と近場狙ってる人いるぞ。ゴミ箱の裏とかありますよ。はい、見つかりましたよ。ない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 。え、本当にね。下も怪しいよね。パネルがあるでしょ。パネルのラインが出てますよ。いるよいるよ。ないですね。はいはい。走った走っただよ。ないんじゃない、さすがに。いやー。猫。猫さん。猫いました。猫歩きですよ。なんてこった。でも最近の人に。はい。あれでもここ行き止まりですよ。ね。そうでしょ。受け方怖えんだよ。ドキッとするんだよ。やばい、それ時間の不定も一匹受けた。ブレットチャンネル。ブレットチャンネル。さあ、他にいないな。なんか見る。行ってんだよね。行ってんだよ。雑草系のやつだ。ほんと雑草。怖い。いないか。なるほど。行き止まりなんだ。このエリア絶対いるよ。あれ、そうだよね。あれ、キリンだよ、キリン。キリンでください。キリンでください。キリンでした。早いよ。ほら、あそこにいるよ、仲間が。ネコとキリンの会話、何これ。アニマルと弱い。何分ぐらいだ。いや、あと4体。そうだね。意外といないぜ。みんなどこに隠れてんの。ほら、ボンボン。こんにちは、えっちゃんです。みっちゃんです。ここの俺とかいいんじゃない。あれ。なんかいた。なんかいるよね。ゆうくんじゃないですか。見てください。会話してる。あ、ゆうくん。あると、ここは行き止まり。これ行き止まりだね。やばいやばいやばい、時間ない。あ、ここ怪しくない。ここどっか裏っ側いるよ、絶対。うるし、水の中隠れてた可能性ありますよ。見えよ。やばいやばいやばい、10分経った。10分。あと2人見つけないと。あ、3人。逃げられる。3人。あ、3人か。だってこっちのエリアにはもういないし、もしかしたら俺らの動向を伺って、はいはい、場所を移してる可能性もあるからね。そっか、その作戦があるのか。あれあれあれ違う。自由の方か。落ちてない。みんなどこ隠れてんの。みんな向こうのさ、スタートのエリアにいたのかな。スタートにあるよ。あ、ゴリラ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 動いてる。あそこにいる。見てください。ゴリラが場所を変えようとして動いてるところを発見しました。よっしゃー、ゴリゲット。最初からずっとついてきてたのに。え、マジ。ここを上がって地下通路行って、こっち行ったら全部見てました。うわ、ゴリー。あ、3分しかない。よかったっすね。キリン捕まるところも見てました。うわー、結構ゴリラ大事かと思う。こんなところあるの。あ、いないね。あと2人だぜ。え、あっ、あそこになんかいる。で、ゴリラさん、はいはいはい、俺ここでこうやってギリギリでやってるところ見て、うわ、これマジ気づくなって思って。はい、体験行ってください。あ、悔しい。一体見つけないと。一分ない、一分ない。やべやべやべ。まだ探しないとこどこだ。ゴリラの体験。走んないでください。あー、乗った。やばい。あー、やばい。
け。振り出し。フルマックスでいくわ。でも端から端行くのに15分ぐらいかかるってこと分かったから、もう見逃せないよ。だからもう一回端から行った方がいい。また同じとこ行くぜ。いや、あるよ。ここでしょ。ほら、あんなショーだよ。もう、二度探す。解放された意味ない。こっちもいるんかな。いた。どこ、どこにいんの。ついにかい。うさぎさっきからずっとこう。うわ、ここにはいない。ね、いない。やばいやばい、あと10分しかないよ。また君さん、ここでしょ、どうせ。いない。いない。いない。また猫。あと7。こんなが。くまなくもうミス許されないよ。すいません。すいません。すごい動いてる。元のとこに戻ったんだよ。そうだよ。上から探そう。いない。ねえ。あれなんかおかしいよね。怪しくない、あのパーカーの人。ちょっとスタッフさんだよね。ずっとこれやってた。あー、白着てたよ。わざとオレンジ。2人ともオレンジのパーカー着てるって僕のこと印象あるかもしれないんで、グレーのパーカーと黒い帽子持ってきたんで着替えます。これでなんかスタッフさんのふりして普通に歩いてるっていう。すれ違いました。使っちゃったか。あと5人も。この辺ではもういないよね、さすがに。いないよね。こちら見ながら行った方がいい。だって娘とか一回見てないよ。隠れることができるでしょうか、私。あ、ここに移動してきてる。いや、いないと思いますわ。いないでしょ。ちょっと待ってください。はい。何嘘でしょ。すげえ体勢。あぶれ、見逃すとこだった。マジゲット。あぶれ、そういうところも探していかなきゃいけないんだ。ここなんだ。あれ、ゴリラいないね。でけえじゃん。ゴリラ、ここ見てる。ちょっと待って。またこいつ後つけてた。あぶれね。この人たちが今。こいつはバカだな。ゲーム。さすがにいないよ。確かキリン見てないな。キリンと娘とトラか。やべえ。トラ。いたいた。ここ。もうあとちょっとだったのにな。ずっとここいた。ずっといます。うわ。半回ぐらい通ります。おっしゃ。あと2分。あと2分。キリンと娘。ないよね。ないやばい、時間ない。あと1分ないよ。どこだ。娘が最初から最後まで一回も見なかったんだよ。ちょっとみんなで見に行こう。あっち、この辺です、この辺です。娘。え？娘。終わりました。来た。まだ？仮眠しちゃった。ここ入ってると思わんかったよね。ビビールーム。すごい。なんとベビールームが開いてました。はい、元暮らしパターンだ。スタート。ここにいるのになって。ここだったか。さすが、やった。今回逃げてもらった方々も YouTube やってますので、はい、チャンネルは概要欄に貼ってますので皆さん見てください。それで私たちは負けたので引き続き見えない人を探したいと思います。怖いよ。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。はい、それではさよなら。さよなら。大阪から東京で登録で帰れるってのじゃない。逆に誰が一番下手くそだった。おめえだよ。一回逃げれたのにもう一回同じとこに隠れちゃう。